さあ試合再開となります。攻める方向を変わりまして、愛知画面向かって左から右に攻める形でサードダウン23のこの難関に挑みます。パス不成功。ここでクォーターバック長浜ロングパスを投じました。しかしこれは磯のディフェンス陣がそのパスを見事にパスカット、パス不成功に終わらせフォースダウンに変えます。第一フォーメーション変えましてパントフォーメーションを敷きます。パンターは53番鈴木が入りました。さあ磯野リターン入ります。リターンが19番粘りまして自陣45ヤードを超えたところでボールデッドとしました。さあ TK 様コメントありがとうございます。残り1クォーター磯野ならば逆転できる。確かに後半その大逆転を落ちまして磯野はその後半の粘り強さを持ってあるシーズン準優勝を勝ち取りました。この最終クォーター残り時間9分失礼しました、時計が回っておりましたが残り時間9分33秒という時間を磯野生かすことができるでしょうか。磯野自陣46ヤードからファーストダウンテイ、パス不成功。まず磯野最初はパスプレーから入りました。ターゲットは1番でしたがこのパスは不成功に終わっています。磯野自陣46ヤードからセカンドダウン10です。さあ今度は短いパスを通します。クォーターバック18番タイトエンド86番にパスを通し約7ヤードゲインとしました。パスを取りましたタイトエンド86番はカンナ、姫路工業大学出身、現在兵庫県立大学となっております。その相手陣に入りまして相手陣47ヤードからサードダウン3、パス不成功。クォーターバック18番今度はバイドレシーバー4番へのパスでしたがこのパスはオーバースローでした。パス不成功でフォースダウンに変わります。磯野フォースダウン3パントフォーメーションを引きました。さあ愛知2ターン入ります。これを磯野カラオして止めました。磯野ここは低いパントでボールを相手陣地奥深くに押し込みたいという判断だったのですがこれを読んだか愛知17番果敢にこのパントをリターンし愛知陣25ヤード付近の攻撃地点を確保しました。素晴らしい判断を決めましたのは愛知17番の若月、静岡大学出身のプレイヤーです。攻守変わりまして愛知ゴールデンウィングスの攻撃となります。愛知自陣27ヤード7ヤードの地点からのファーストダウン点、
さあまず横へ振ります。クォーターバックヒッチパスによって左サイドラインにいたワイドレシーバーにパスを通しキャッチアンドラン図りましたが、しかしこれは磯野のディフェンス集まりよく1ヤードロス。ターゲットは8番のビリー・ヒューイットでした。しかしこれは磯野見事に対応しております。愛知自陣26ヤードからセカンドダウン11。さあ再び横へ振ります。しかしこれも大きなゲインには至っておりません。ゲイン約4ヤードとなっています。取りましたレシーバーは30番の近藤でした。愛知自陣31ヤードからサードダウン7。パス不成功。今度は右サイドへパスを振りました。ターゲットは6番ですが、しかし磯野29番カバーよくパス不成功に終わっています。愛知フォースダウンになりました。愛知フォースダウンセブンパントフォーメーションを引いています。さあこれをリターナーはキャッチした。磯野陣30ヤード付近でボールデッドとなり、この位置での攻守交代となります。さあ再び磯野に攻撃権が戻ってまいりました。ボールオンは磯野陣31ヤードに配置されております。エンドゾーンまでの残り69ヤードのシチュエーションを果たして突破できるでしょうか磯野。そしてこれをまたしのぎ自分たちに攻撃権を取り戻せるでしょうか愛知。スペシャルプレー、さらにいくビッグプレーファーストダウン。なんとここで磯野スペシャルプレーを見せました。クォーターバック18番ここでヒッチパスを一旦レシーバーに投じたんですが、このレシーバーがそこから前パス、後ろへのパスは何度やっても構いません。そしてそこから前パスをやっても後ろにボールの開始地点を越えていなければ構いません。このルールをうまく使いダブルパスを通し一気にビッグゲイン。磯野相手陣29ヤードからのファーストダウン10です。不成功。ここで再びクォーターバック18番パスを続けました。しかしこれは愛知58番が見事にパスをチップしパス不成功と書いています。素晴らしい反応を見せましたのは愛知51番のプレイヤーでした。51番小川選手、名古屋大学出身のプレイヤーです。磯野相手陣29ヤードからセカンドダウン10。さあ今度は短いパスを通した。パス成功ファースト。クォーターバック18番今度はワイドレシーバー4番にパスを通し、4番キャッチアンドランで攻撃権更新としました。愛知ファーストダウン、いや失礼、磯野ファーストダウンとしています。取りました。ワイドレシーバー4番は一の岐阜大学出身のプレイヤーです。さあ磯野相手陣17ヤードの地点まで入りました。
エンドゾーンまでのこの17ヤード攻略できるでしょうか。磯野ファーストダウン10。さあ今度は1点中央だな。さあ止まらない。素晴らしいランプレーです。ナイスラン。ランニングバック25番タックル浴びながらセカンドエフォートで突き抜け、約9ヤードのゲインとしています。キャリア25番は宮部、北海道大学出身。レフリータイムアウト、水分補給のためのレフリータイムアウト。ここでウォーターブレイクです。クロック表示に狂いがあり申し訳ございません。試合時間は残り5分でここでウォーターブレイクに入ります。大変面白い展開になってまいりました。現在得点としては愛知ゴールデンウィングスが4点リードという状況ではあります。しかし磯野がここに来て猛反撃、一気に相手陣8ヤードの地点まで攻め入っています。状況は磯野セカンドの残り1ヤードという状況。しかし攻撃権行使になりますとエンドゾーン間近というところに迫っています。磯野はこれを攻略するでしょうか、逆に愛知は防げるでしょうか。まもなくその攻防が始まります。さあ磯野相手陣8ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。中央突破します。タッチダウン。磯野ここで正攻法中央へのランプレーを展開しました。託されました25番相手ディフェンスを跳ねのけ、一気にエンドゾーンへ飛び込んだ。タッチャー磯野6点を獲得しました。タッチダウンランを決めましたのは磯野スーパースターズ25番宮部、北海道大学出身。そしてこのキックを43番西脇が見事に決めまして1点追加。磯野スーパースターズ13点、愛知ゴールデンウィングス10点、逆転となりました。後半こそ磯野の強さとファンの方々はお声を上げる方もいらっしゃいます。そのお声に応えるかのように磯野この第4クォーター残り5分を切った状況で試合をひっくり返しました。さあ愛知はこの残り時間4分50秒でその試合を再逆転なるでしょうか。まもなく磯野のキックオフで試合再開となります。愛知リターンに入ります。これを磯野のカバー陣が食い止めました。愛知陣24ヤード付近でボールデッドとなり、この位置からの愛知反撃のシリーズとなります。高さはお言葉の通り、メッセージの通りです。素晴らしい逆転シリーズでした。失礼しました。キャリアに誤りがありました。申し訳ございません。 TK 様のコメントによって気づきました。キャリア先ほどタッチダウン、逆転タッチダウンを挙げましたのはキャリア35番東選手でした。京都工芸繊維大学出身のプレイヤーがここで素晴らしい一仕事を見せました。さあパスが通ります。クォーターバック7番ワイドレシーバー84番にパスを通し、まず6ヤードを取りました。クロック操作に誤りがありましたので訂正をさせていただきます。
さあ愛知セカンドダウン4、パス成功、ナイスパスカット。ここでビリー・ヒューイットへのパスを投じましたクォーターバック長浜、しかしこれを磯野が素晴らしいパスカットをしまして、このパスを不成功とさせました。ゆきこひゅいと様、コメントありがとうございます。愛知ゴールデンフィックス頑張れ、まさにその言葉のに応えるかのように今攻撃に入っております。愛知ゴールデンフィックス状況は自陣30ヤードサーダウン4、ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。この反則いずれのチームだったでしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。この結果オフェンス5ヤード下がりまして、サードダウンやり直しとなります。愛知5ヤード下がりまして、自陣25ヤードからサードダウン9、不成功。クォーターバック7番プレッシャー浴びながらなんとかパスを投じましたが、しかしターゲットで8番もカバーされていたため、パス不成功に終わりました。愛知フォースダウンと変わります。チームタイムアウト、磯野スーパースターズ1回目。磯野ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。現在の状況は愛知ゴールデンウィングスフォースダウン9の状況になっています。試合時間は残り3分46秒となりました。この状況で磯野がまず後半1回目のタイムアウトを取っております。さあタイムアウト解けます。愛知自陣25ヤードフォースダウン9の状況で試合再開となります。愛知はパントフォーメーションを引いています。パンターは53番の鈴木が入りました。このパントは磯野陣40ヤード付近で外へ出ましたので、この位置での攻守交代となります。さあ残り時間3分36秒で磯野に攻撃権が渡ります。愛知はこの攻撃権奪還することができるでしょうか。磯野自陣42ヤードからファーストダウンテン、さあ中央へのランプレー、愛知ディフェンス陣踏ん張ります。ゲイン3ヤードですが、しかしそこでとどめました。ボールを託されましたのは磯野、ランニングバック22番の選手でした。
ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計は回り続けます。試合時間まもなく残り3分を切ります。磯野セカンドダウン7。さあ今度はトスを受けてのランニングバック右オープンへのランプレー。キャリアは25番の宮部でした。愛知のディフェンス群がりまして、このゲインは約2ヤードにとどまっています。ですが中で倒れたため時計が回り続けます。この状況、アメリカンフットボールは得点の奪い合いに加え時間を奪う戦いがすでに始まっています。さあ磯野サードダウン5、ボールオン自陣に47ヤード。試合時間は間もなく残り2分を切ろうとしています。さあ中央へのランプレーを選択します。ランニング枠35番突破図りましたが、しかしわずかに残っております。ここでホイッスル、あとチームタイムアウト。愛知ゴールデンウィングス、ここで愛知タイムアウトを使います。愛知1回目、1回目のタイムアウトを使いました。愛知わずかでも攻撃の時間を残すため、ここでタイムアウトを1つ消費します。この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛によって行われている共同企画によって配信を実現させていただいております。各チーム、そして今画面上にありますさまざまな方々のご意思によるご記者ご寄付によりまして、この配信は実現いたしました。さまざまな方々のご厚情大変ありがたく思います。現在もこの企画は継続させていただいております。チームの代表に作り上げておりますショッピングカートへ入ります URL がこの配信の説明概要欄にございますので、もしそのご意思あります方はぜひご協力をお願いしたいと思います。さあタイムアウト解けまして、磯野フォースダウン残り1ヤードからの試合再開です。そして磯野ここは攻撃します。フォースダウンギャンブル。ここでホイッスル、チームタイムアウト。磯野スーパースターズ、磯野ここで後半2回目のタイムアウトを使いました。磯野ここで愛知の動揺を誘うべくフォースダウンギャンブルを仕掛け、そこで反則を犯させるという選択をしました。しかし愛知これを冷静に踏みとどまり、反則を犯さないよう自重しておりましたので、これを察したクォーターバックがここでタイムアウトを使いました。非常に高度な心理戦が今行われています。失礼いたしました。タイムアウトは双方ともに1回ずつ消費しているようです。試合の形式にあります通り、タイムアウト両チーム残り2回に訂正させていただきます。さあタイムアウト解けまして、磯野フォースダウン、しかしギャンブルに入ります。中央のランプレーだが、さあ判定はどうだ。さあ審判団の判定を待ちます。攻撃権更新ならず、4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代です。ターンオーバー。愛知ここは踏みとどめました。試合時間残り1分47秒で愛知攻撃権奪取です。さあ愛知この残り時間、そしてタイムアウト残り2つで逆転のタッチダウン上げること可能でしょうか。ボールオンは自陣48ヤードからファーストダウン10。
からクォーターバック7番プレッシャーを浴びて左オープンに展開しスクランブルしました。ゲインは約5ヤード。中で倒れているため時計は回り続けています。試合時間残り間もなく1分20秒を切ります。配置相手陣に入りまして相手陣47ヤードからセカンドダウン5。パスでゴー、ファーストターゲット86番見事にキャッチしました。さあチェーンがセットされると時計が回り始めます。さあ時計が回りました。試合時間残り1分を切っています。配置ファーストアンテボールオン相手陣37ヤード。パス不成功、パス不成功です。ワイドレシーバー4番キャッチ仕掛けましたがタックルのようにパス不成功となりました。パス失敗でセカンドダウンになります。時計止まりまして試合時間残り42秒で時計止まります。配置相手陣37ヤードからセカンドダウン10に入ります。試合時間残り42秒、エンドゾーンまで37ヤード。磯野これを防げるか。キュービーサック、ここでクォーターバックを投げればいい。磯野72番がキュービーサック仕留めました。3ヤードです。タイムアウト、愛知ゴールデンウィング。ここで愛知後半2回目のタイムアウトを使います。ここで磯野72番の山口、岐阜大学出身のプレーヤーが素晴らしい仕事をしました。まず一旦ここで相手の動きを止めます。愛知後半2回目のタイムアウトを使いました。試合時間残り36秒です。ボールオンは相手陣42ヤード、愛知セカンドダウン16。長浜が投げたパス、これを取ったのは磯野33番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。磯野33番津田の素晴らしいビッグプレーにより磯野攻撃権奪還しました。津田は鳥取大学出身のルーキープレーヤーです。磯野ビクトリーフォーメーションを取ります。2段押し時間を消費します。2段ランプレーとして時計を回します。愛知はタイムアウト1つ残っていますがこのタイムアウトだけではこのシリーズの時間をすべて止めることができません。残り時間10秒を切りました。ここで試合時間がなくなりました。試合終了、ゲームオーバー。試合終了となりまして愛知ゴールデンウィングス10点、
磯野スーパースターズ13点で磯野スーパースターズの勝利となりました。その徹底的に圧力をかけ続け愛知を下すことに成功しました。素晴らしい戦いでした。15時55分、5分遅れて、キックオフを開始します。15時55分のキックオフで、当初の予定よりも5分遅れて試合を開始します。惜しくも敗れましたが、しかしその何もふさわしい素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。40分になりましたら、両チームの両チーム、愛知ゴールデンです。磯野スーパースターズともに2勝1敗となりました。もしくはトレーナーの方がスコアボール前に優勝争いは大変混沌とした模様になっております。ゲームドクターのミーティングを行います。果たして最終的にこのリーグを制するのはどのチームになりますでしょうか。大変楽しみな状況になってまいりました。この配信は XE 全13チームの協賛企画によって実現しております。各チーム、そして画面上にある様々な方々のご好意によりましてこの配信は実現いたしました。皆様ご協力ありがとうございました。多くの方々にこのネット熱戦を見ていただきたく、この配信を私道楽八丁も務めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、陰のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世にとまんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたなのかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑めなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、ここでこの配信は一旦終わらせていただきます。チャンネルサイトを変えまして再び行われます、この後に続く佐藤建設スタンディングベアーズ対トヨタブルファイターズの一戦もライブ配信させていただきます。この配信を担当させていただきましたのは私道楽屋一茶でした。それでは失礼いたします。